天津風、天津風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。艦名は、初代天津風の修養。天を吹く、風の意味から。一等駆逐艦天津風は、日本海軍が、舞鶴海軍交渉で1939年、昭和14年2月から1940年、昭和15年10月にかけて建造した、影楼型駆逐艦。 日本海軍の駆逐艦としては、初代、天津風、天津風型駆逐艦に続いて二代目。本艦は、影朗型駆逐艦の9番艦である。天津風の未次世代型駆逐艦島風用の試作機関を搭載していた。春行後、第16駆逐隊に所属。太平洋戦争開戦以後、同駆逐隊の影朗型4隻、初風、摂風、天津風、 時津風は、南方作戦、フィリピン攻略戦、ライン作戦、スラバヤ沖海戦、クリスマス島攻略作戦、天津風のみ、ミッドウェイ海戦、輸送船団護衛、第二次ソロモン海戦等、数々の海戦に参加。1942年、昭和17年8月下旬の第二次、ソロモン海戦における、第16駆逐隊二隻、天津風、 時津風は、従順と根と共に沈没した、空母流上を救援。10月下旬の南太平洋海戦における 16×4 隻は、南雲機動部隊の直江艦として参戦。11月中旬、16×2 隻、天津風、雪風は、第3次ソロモン海戦に参加。天津風は、野戦で損傷し、内地に帰島した。1943年、 昭和18年に1月に修理完了、その後は主に輸送船団や艦隊の護衛任務に従事した。姉妹艦裏風と共に行動中の2月中旬、上枠からトラック白地まで白梅型駆逐艦春雨を救難するが、栄光中に春雨の船体は断裂した。同年、第16駆逐艦領艦と吉風、3月4日、沈没と初風、11月2日、 沈没喪失により、16× 若ゲロウ型2隻、天津風、雪風となる。12月上旬により、海上護衛総司令部の作戦指揮下に入る。1944年、昭和19年1月初頭、第16駆逐隊2隻、天津風、雪風は、空墓地と瀬ともに第一海上護衛隊に所属して、三十一戦団を護衛中、天津風は1月16日に、 米潜水艦の来撃を受けて大破。船体の前半部分、艦首環境を喪失し、船体後部のみ、駆逐艦朝顔に栄光されて、最後に到着した。第16駆逐艦隊は3月31日府で解体。応急修理後の天津風はシンガポールで修理を行う。1945年、昭和20年3月下旬、天津風は、 仮監視を装備して非 88J 戦団に加わり、日本本土駅東中、4月上旬にアメリカ軍機の攻撃を受け大破。アモリで座礁し、自沈した。戦後、艦名は海上自衛隊の護衛艦、天津風に引き継がれた。天津風は後に次世代型駆逐艦島風で採用した高温高圧艦、ボイラーをテストケースで搭載したことで知られる。 他のカゲロウが宅地区間の管の発生する蒸気は圧力温度摂取350度であったが、天津風のそれは圧力温度摂取400度であった。高温高圧の管を採用することで期間はコンパクトになり燃費も向上する。天津風は全速発起時1時間1馬力あたり 0.305kg の燃料を消費するが、 カゲロウの消費量に比べて0 0 4 0ラム少なく、吹雪より0 1 3 5ラム少なかった。天津風の試作機関は小型の大出力機関を開発するのに必要な技術であった。ただし、天津風の機関出力は他のカゲロウ型と同じく52000割機に設定され、巡航時の燃料消費量もさほど変わらなかった。 前鶴海軍交渉で1939年、昭和14年2月14日寄港。8月25日、天津風と命名された。同時に、姉妹艦の時津風も命名された。同日府で三隻、墨田、天津風、時津風は、官邸類別等級表に類別される。同年10月19日、天津風は浸水。1940年、 昭和15年10月26日に竣工、クレチンジュフ石、同年1月27日編成。初代駆逐隊司令。島崎俊夫大佐の第16駆逐隊はカゲロウ型2隻、黒潮、撤風だったが、2月15日に、初風、11月15日に、時津風、12月15日に、天津風がそれぞれ編入され。それに伴い黒潮は11月15日で、 第十五駆逐隊へ転出した。1四十一年、昭和十六年七月二十五日、島崎司令は、京準川内艦長へ転任、渋谷市郎大佐、前職第七駆逐隊司令が、第十六駆逐隊新司令として着任した。第十六駆逐隊は、渋谷司令指揮下のも影楼型四隻、摂布、時津風、天津風、初風で編成され、 第2水雷戦隊に所属して、海戦を迎えた。第16駆逐隊は、さらに第1小隊、摂風、時津風、第2小隊、天津風、初風で構成されていた。第2水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、機関人数は、第8駆逐隊、朝潮、荒潮、大潮,潮、満潮、第15駆逐隊、親潮、黒潮、早潮、夏潮、 第16駆逐隊、第18駆逐隊、影楼、シラヌイ、アサシ潮型駆逐艦カスミ、霞、荒れから編成されており、15×16×18× が、影楼型を主力としていた。だが、第18駆逐隊は、第1水雷戦隊、司令官、大森千太郎少将、機下阿部熊の指揮下に属して、長も機動部隊警戒隊となり、 新珠湾攻撃に参加か 16× かける以下の二水戦閣艦とは別行動であった。太平洋戦争における天津風の最初の任務は第四航空戦隊司令官、角田各自少将空母、陸上航空隊の支援であった。第二水雷戦隊機関人数、初風と共に飛行機機等戦を構成し、12月8日のダバオ空襲を終えて起等する陸上航空隊を 誘導している。11から12日、第2小隊、天津風、初風は、第5戦隊、従巡明光、夏、羽黒と合流して、それらの直江艦となり、レガスピー攻略作戦を支援する。16日、パラオに帰島した。陸軍輸送船団を護衛して、パラオを再出撃。12月20日のダバを攻略作戦において、姉妹艦の親潮と共に、 陸軍輸送船団の護衛を行った。上陸作戦が開始されると、天津風は湾内に突入、内火艇を派遣して、ダバオシ南岸の三橋一帯掌握を試みる。陸軍に先んじて、海軍側で三橋を確保しようという基とで、中国大陸ではよくある事例だったという。だが、天津風内火艇は、連合軍病の反撃により、危機に陥り、天津風が、 支援砲線を開始したところ、ダバオ市内で爆発が発生する。流れ玉がガソリンタンクを破壊したとみられる。この上陸作戦で、天津風は小型艇一隻を撃沈、桟橋付近の数十隻を出しという戦果を上げ一名の戦死者を出した。後に陸軍側から抗議されたが、戦時中のためうやむやとなった。ダバオ占領後は、目など、ケンダリー、アンボン、 クーパンの各攻略作戦に参加している。また、各地区において、開戦と同時に拘束されていた在フィリピン法人の救出も行った。1942年、昭和17年2月26日、現館庁の改装によれば、天津風はスラバヤ方面で、オランダの病院船をプテンのおを臨検しだ捕する。ただしオランダ側の記録では、 26日のオプテンノールは、スラワヤ港に停泊中であった。2月27日、天津風以下、第二水雷戦隊は、スラワヤ沖海戦に参加して、高戦大撃戦を行うが、第五戦隊、ナチ、ハグロ、第二水雷戦隊、人通、石風、時き風、天津風、初風、降風、山風、潮、さざ波、第四水雷戦隊、中、 村雨、サミダレ、夕立、春雨、朝雲、ミネ雲各艦が発射した酸素魚雷はほとんど自爆してしまった。戦死葬書では魚雷爆発船が鋭敏だったことによる葬爆説を取っているが、天津風水雷町は失踪中の魚雷同士が衝突して爆発した可能性を指摘している。戦闘後、天津風はオプテンノールをバンジャルマシン基地へ連行した。 天津風水雷町の改装では3月9日だほ。これは天津風の独自判断ではなく、第四水雷戦隊、第二駆逐隊、村雨、夕立が臨検していたオプテンノールへの護送を引き継いだだけである。後日、オプテンノールは日本海軍に編入され、特設病院船天皇丸、最終的に第二日川丸となった。村雨、天津風によるオプテンノールの臨検。 他方、抑留そのものは、病院船は戦闘の妨害をしはならない。重大な事情があり必要な時は、病院船を抑留することができるため、国際法には違反していないとみられる。その後天津風は、対戦紹介任務に従事し、3月3日、他官と共同で、アメリカの潜水艦パーチを砲撃により撃沈した。また、当時艦長であった、原ため中佐は、 実著の中で3月8日に米潜水艦シャークを撃沈したと記述しているアメリカ軍記録と異なる3月下旬クリスマス島攻略作戦に参加4月1日物資揚陸中に平潤中がアメリカの潜水艦シーウルフの来撃で大破天津風は軽巡ナトリに栄光される中を護衛して帰還した日本軍のクリスマス島占領ミッドウェイ作戦では 攻略部隊を乗せた輸送船の護衛にあたり、5月28日にサイパンを出撃する。6月4日、アメリカ軍小海機の来撃により輸送船一隻が勝破したが、輸送船団が本格的にアメリカ軍と交戦することはなかった。6月13日に水船、陣通、初風、雪風、天津風、時津風はトラックを立ち、 21日横須賀駅等している。8月1日、第16駆逐隊司令は渋谷大佐から正直一郎大佐に交代した。8月7日、アメリカ軍はフロリダ諸島とガダルカナル島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月11日、天津風は日本本土を出港してソロモン方面へ進出した。第次ソロモン海戦では、 空母流城、従巡洋艦トネ、第8戦隊、16×2 隻、天津風、時津風により、機動部隊主体、陽動部隊を、編成、8月24日に、第三艦隊本体より分離して、ガダルカナル島へ向こう。同日、流城が、米空母サラトガ艦載機の攻撃により沈没した。天津風は、死体指揮官、第8戦隊司令官。 原忠和少々より、流上栄光を加齢されていたが浸水により、実施できなかった。死体各艦は、流上乗組員と、富士儀機登場員の救助を行った。10月11日から12日の佐ボ島沖海戦時、第16駆逐隊、天津風、摂風はぬでに島のグラシオサワン、サンタクルーズ諸島を偵察しており、同海戦には参加しなかった。 10月24日から26日、南太平洋海戦に参加。第3艦隊司令長官、南雲忠和中将指揮下の機動部隊本隊、第1航空戦隊、昇格、随格、随宝、従順、熊野、第4駆逐隊、嵐、舞風、第16駆逐隊、雪風、初風、時津風、天津風、第17駆逐隊、浜風、第61駆逐隊、 正月を編成。天津風は、空母、昇格の護衛として活動し、藤木下機体から搭乗員13名を救助した。11月12日、天津風は、第11戦隊司令官、安倍高気少将の指揮下、天津攻撃隊、第11戦隊、比栄、霧島、軽巡洋艦、ながら、第6駆逐隊、赤月、雷、電第16駆逐隊、雪風、 天津風、第61駆逐隊、正月、第4水雷戦隊、機関、朝雲、第2駆逐隊、村雨、さみだれ、夕立、春雨、第27駆逐隊、しぐれ、白露、夕暮れ、暮は、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場基地砲撃のため出動する。後方警戒に、第27駆逐隊を残して、ルンガ白地への突入を起としたが、 アメリカ軍巡洋艦部隊に迎撃されてしまう。大混戦となった第三次ソロモン海戦第一、野戦では、来撃により、少なくとも、駆逐艦バートンを撃沈した。続いて、単小島を照射して、米艦隊を砲撃したが、逆に目標とされて被弾。第2艦室に被弾、浸水して左限24度傾斜、艦上部構造物にも多数の命中弾があり、戦死者45名。 負傷者31名を出した。この際、火事故障を起こすも、王宮人力相打で、鉄底海峡からの離脱に成功している。司令部からは沈没したと思われており、艦隊と合流すると祝福の通信があったという。一連の戦闘で、天津風も、砲弾151発、残745発、巨雷16本、残霊本を発射し、巡洋艦一隻、輸送船一隻合鎮、 巡洋艦一隻、魚雷艇一隻体破格実を報告した。トラックに帰港後は、工作艦赤市に設現して、応急修理を行った後、単艦で日本本土へ帰討。12月20日、呉軍港に帰還し、翌年1月まで呉交渉で修理が行われた。百四十三年、昭和十八年一月十日、第十六駆逐隊両艦二隻 初風、時津風は、第六次ガダルカナル島輸送作戦に参加したが、アメリカ軍予来艇の襲撃で、姉妹艦の初風が大破、長期修理となった。1月26日、天津風の修理完成。2月4日から5日、天津風と従順鈴谷は内地を出撃。2月10日、トラック諸島へ進出した。以降はトラックを中心に、各地への戦団護衛に従事した。 2月15日、天津風と第17駆逐隊の姉妹艦裏風は空母随砲飛行機隊基地員180名と各種物資をパプアニューギニアの上枠へ輸送すべくトラック白地を出発17日に到着して任務を得た。キロ2隻及び急難船言衛星大島は1月24日に上枠でアメリカの潜水艦 和風の来撃で大破した駆逐艦春雨、第二駆逐隊をトラック諸島まで栄光することになった。19日、天津風と春雨を結ぶ栄光策が切断され、春雨栄光は、裏風が担当することになった。21日、悪天候により、春雨の環境部より全部が分断されて水中に、浸かり、船体切断を余儀なくされる。23日、4隻は、 トラック白地に到着し、春雨は工作艦赤かによる修理を受けた。天津風が護衛任務十時中の3月3日、パプアニューギニア方面でビスマルク海海戦は正規、姉妹艦とキツカゼが沈没した4月1日府で第16駆逐隊より除籍。第16駆逐隊は三隻、初風、雪風、天津風となる。3月31日、 天津風は、姉妹肝谷風、第十七駆逐隊と共に、南東方面部隊に編入された。本艦は反差、上枠、パラオへの輸送任務に従事、同作戦では、姉妹艦浦風、第十七駆逐隊と行動を共にするが多かった。この間の5月1日、第十六駆逐隊司令は、総事大佐、5月20日付で、慶順川内艦長から鳥居武志美大佐に、 交代した。7月下旬、影楼型2隻、天津風、裏風は、従順青葉、旧カテカンイラゴを護衛して内地へ帰島する。8月1日、4隻は、呉に到着した。整備、補給、乗組員の休養を行う。8月17日、主力部隊、戦艦3隻、山と長と、不装、空母、大高、巡洋艦3隻、あたご。 高尾、野城、駆逐艦部隊、両風、海風、周雲、遊具も、若月、天津風、初風として、呉を出撃し、23日トラックへ進出。9月、第16駆逐隊、天津風、初風は、第3水雷戦隊、第10駆逐隊、第17駆逐隊、磯風、小風、臨時編入とともに、コロンバンガラ島守備隊救出作戦。 世合作戦を支援する。11月1日、京淳アガの第10戦隊機関、機関駆区間、初風、若月、両月、長波等は、第1航空戦隊、昇格、髄格、髄宝の基地物件をラバウルへ輸送した。11月2日、駆逐艦3隻、天津風、島風、さざみは、タンカー2隻、日照丸、日英丸を護衛して、 トラックを出発、ラバウルへ向かった。だが日照丸は空襲により損傷、島風は日英丸を護衛してラバウルへ向かった。二隻、天津風、日照丸はトラックへ戻った。この時、ラバウル方面ではブユゲンビル島沖海戦が正規、軽順川内が沈没し、十船隊からは初風が沈没した。初風は、 翌年1月15日府で除籍され、第16駆逐隊は2隻、天津風、雪風に減少した。12月3日、京空墓地とせ、第16駆逐隊、天津風、雪風は、第3艦隊より、海上護衛総司令部、司令長官、及川小四郎大将へ臨時編入され、付属部隊となった。12月6日府で、第16区畜隊司令は、 鳥居大佐から古川文治大佐に交代。12月7日、三席、千歳、天津風、撤風は、戦乱二席、イラゴ、靖国丸を護衛して、トラック白地を出発、14日に横須賀へ帰還した。12月16日、三席、千歳、天津風、撤風は、クレ鎮守府司令長官の指揮下に入る。翌日、クレに到着した。 1944年、昭和19年1月4日、三隻、千歳、天津風、撤風は、クレチンジフ部隊より除かれ、第一海上護衛隊の指揮下に入り、高速石油船団、飛船団の護衛に投入される。1月11日文字を、出港、三隻、空母、千歳、駆逐艦、天津風、撤風は、飛31船団、運航指揮艦。 細谷志彦大佐。五宝山丸、五福島丸、北陸丸、立川丸を護衛し、シンガポールに向かう。天津風には、第十六駆逐隊司令、古川文治大佐が上官していた。1月16日夕刻、本艦は、南シナ海で浮上していた、アメリカの潜水艦、レッドフィンを発見した。天津風は、単艦で追撃、砲撃を行うも、 船団護衛に戻ろうと左に点出したところ、レッドフィ品の雷撃にあった。平地点。魚雷一本が、左舷一番煙突直下に命中して第一貫室は、全滅、荒れた天候のため前後に、船体切断、環境を含む全部船体を喪失し、観光部は応急処置に成功して、沈没を免れたが、後部貫室に浸水したため、残り一機のボイラーも停止して、 高校不のとなる。古川大佐を含む、船体全部上、組員34名は、船体後部へ泳いで合流しようとしたが、水雷町、航海町、歌士館1名以外行方不明となり田中、正尾艦長は、切断に後部へ移動しており無事だった。戦死者は86名、第16駆逐隊司令、法術長便乗者含む。 天津風は直ちに救援緊急電を発信したが、環境を失って変図がないため、平市が100回にずれており、遊軍捜索機に発見されなかった。一週間ほど漂流。やむを得ず、天津風より電波を発射して、高尾島にらサイゴン無線所による、方位測定を行い、1月23日になって、第705回軍航空隊所属の一式、陸上攻撃機に、 後部を発見され、航空隊の誘導により、駆逐艦朝顔第19号区船艇が到着し、朝顔の栄光により、3弱を経由して1月30日最後に入港した。2月5日、三隻、千歳、天津風、摂風は第1海上護衛隊より除かれ、7日には海上護衛総司令部の作戦指揮下を離れた。 3月31日をもって、第16駆逐隊は、解体、摂風は影郎型、知らぬ日型4隻、裏風、磯風、浜風、谷風編成の、第17駆逐隊に編入された。天津風は11月8日まで最後んで、応急修理に従事した。天津風の修理中に正規した、マリアナ沖海戦、レー沖海戦、多豪作戦で、 日本海軍は事実上壊滅し、知らぬ日形の残存艦も4隻、石風、天津風、一祖風、浜風を残すのみとなった。11月15日より、シンガポールの第101工作部で、1945年、昭和20年1月まで修理を行う。修理内容は、切断箇所から先に仮干渉を建造、装着して、その上に仮設の操舵環境と、 全部マストが設置され、これにより、後部手法二機の戦闘能力を取り戻し、さらに十三ミリメートル単装機銃三門と二十五ミリメートル単装機銃二門を増設、シュボイラー一機の復旧により二0ノット強の速力が出せるようになった。その一方で、本来の環境を喪失したことで、射撃式装置となる、方位板がないために砲側で照準、射撃を行うたなく、 実際の砲撃力は4分の1以下と見るべきであった。また、水速兵器も使えず、目視による見張りに頼るしかなくなり、爆雷も全くの目算で投下するより他なかった。王宮修理後の船型は、第一貫室以前を失ったために第一、煙突後部にあった、魚雷発射艦のトロに環境を仮設、そのすぐ前方が仮貫室となり全長は72.4メートルとなった。 この応急艦手は15ノットで航行していても30ノットのようなすごい艦手波が発生する錯覚効果を生み、これにより敵張り、敵速を見誤らせる効果が起こり、後に潜水艦の雷撃が回避運動を行う必要がないほど前方を通過することが何度も起こった。日本海軍は高性能の機関を搭載した天津風の本国修理を決定し、すでに艦手と釜が、 マイズル海軍交渉で製造中との連絡が入る。第10方面艦隊司令長官、福留茂中将は、天津風が日本にたどり着けるか懸念して、ウンガポールに残ることを勧めたが、新たに就任した森田艦長は、内地での修理を決意した。1945年、昭和20年3月17日、第1、 南図い艦隊の命令により南合作戦の一環として、非 88J 戦団、輸送船7隻、護衛艦7隻に加わっての本国帰等が決定する。3月19日シンガポールを出港、非 88J 戦団を護衛しない地に向かった。途中、B-24 リベレーター爆撃機や B-25 ミッチェル爆撃機の旅重なる空襲。 米戦水艦の襲撃により、非 88J 戦団は全滅した。天津風は何度もアメリカ軍に襲撃され、特に3月30日の海南島停泊中に、B-25 ミッチル12機から、半長爆撃を受けた際には一発が命中、不発、機銃装者により一名戦死、一名重傷という、損害を出した。月日、香港に入港、新たに編成された、 レも零ン船団に加わる。3日、B-24 リベレーター50機の爆撃により、エトルフが高い防寒マンジュが大破着モレも零ン船団は、出航前から損害を被った。4月4日、天津風は、マンジュから 25mm 単装機銃2機、13mm 単装機銃1機をもらい受けて、応急装備すると、遊刻になってから香港を出航した。 4月5日、輸送船講師丸、乗員乗客約540名が爆撃を受けて、沈没、天津風と第25億船艇は、約260名を救助し、第25億船艇は救助者を乗せて、香港に被退した。第2東海丸はすでに沈没し、天津風は、無線機の故障で両艦と連絡も取れず単艦で、日本へ向かった。天津風法律庁によれば、 分離行動は、各個撃破され不りと、第11解剖隊司令、解剖艦1号、134号に発進したが、2隻は、転進風を置いて先行した。だが、アメリカ軍第345爆撃大隊、B-25 ミッチェル62機は、B-24 の直接により、転進風を仕留めようと体制を整えていた。 4月6日午前11時30分、あもよきにて、第345爆撃大隊第501、中隊が、天津風より20回り先行していた、第1号解剖艦と、第134号解剖艦を相次いで撃沈。続いて、第500中隊が周囲を索敵し、天津風を発見した。第500中隊第1小隊 B-25。 ミッチェル3機は、反調爆撃で、天津風に、爆弾一発命中を主張するが実際には、命中せず、逆に3番機が撃墜、墜落した。続く第498中隊、1機喪失の、反調爆撃により500ポンド爆弾3発が、戦隊後部に命中、手砲はすべて破壊され、無線機、機関、火事は、故障、火災が発生して左限に傾斜した。 アメリカ軍の記録によると、4月6日の戦闘で、天津風は、合計18機の B-25 都交戦、計3機を撃墜し2機に損傷を与えた。天津風は一時は、弾薬庫付近の火災により、危機に陥るが、浸水により沈下に成功、人力相打により、速力6ノット発揮可能となり、アモイまで自力航行した。6日午後7時30分。 天津風は、甘い湾内で、機関停止したが、機雷源通過後に推進機関損傷により、機関再始動に失敗、潤滑油に海水が混ざったため、また病さもなく、潮流に流されて午後8時20分に朝せ座礁した。翌4月7日、200トン警備艇により栄光作業を、試みるが失敗し、その後に波浪に流され離礁するも甘い東南岸に、再度座礁した。 天津風の森田艦長は、根拠地帯司令部と打ち合わせのため負傷の陸民と、共に陸上へ向かい、法術長が指揮を取ることになる。すると略奪目的の貴族、重慶軍ともに襲撃され、撃退するも一名が戦死した。もう一度栄光を試みたが失敗。ここに至り天津風の機能回復は、絶望的となり、甘い特別根拠地帯の協力を得て、物資。 武装揚陸、乗組員は退去した。4月8日、天津風の乗組員の退去が完了。4月10日、軍艦機構下の後、歴戦の天津風は、爆雷の自爆により爆破処分された。生存者は161名、戦死者39名、臨場者3名含む。駆逐艦天津風は8月10日府で、帝国駆逐艦席。 知らぬ暇がた駆逐艦のそれぞれから除籍された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。